はい、酒好きな新潟人の飲酒動画、今回は高いね、ウイスキーをね、お待ちの皆さんお待たせいたしました。はい、高いウイスキー買ってきました。3500円、ボーモア12年よかですね、が確か3200円ぐらいだったんですけど、ハリスカー10年、これ10年なのに、10年ものなのに、あの、ボーモアよか高いっていう。で、2年ボーモアよか若いのに、高いっていう。まあね。まあ、なんで買ったかっていうと、まあ別に特にあれはないんですけど、まあ、まあ12月のボーナス出たから、買ってみました。はい。まあ、本来っていうより、あのね、あれが欲しかったんですけど、なんだっけ、ラガブーリン16年が欲しかったんですが、売ってませんでしたんで、品切れだったんで。で、何買おうかな、と思った時に、まあ、ふと目があったのが、こちら。こちらはですね、先ほどググったところによると、まあ、シングルモルトの、アルコール度数が 45.8%。で、こちらがですね、スカイ島という、島で唯一の蒸留所のウイスキーだそうです。うん。ということでね。まあ、アイラ島もスカイ島もなんか大して変わんねえだろうっていうことで。まあ、大して変わんないこともないと思うんだけど、まあ、どう味が違うのかなと。ね。ということでね。3500円高かったけど、まあ。ね、ちょっと奮発しちゃいましたよ。よし。よしよし。ちょっと蓋が。やっぱこの価格帯になるとあれですね。やっぱり、ね、結構厳重になってますね。そしてコルク。おう。ああ。スコッチらしい香りが。3000円以上のウイスキーなんて俺買ったこと、フルボトルでですけど、ないですね。ミニチュアは買ったことあるけど、フルボトルで3000円以上のウイスキーは買ったことない。だってボーモアですら、ミニボトル、ハーフボトルか、で買ったことがあるぐらいですから。基本的に2000円以上のウイスキーはほとんど買わないですから、ね。うん。それでは。いただきます。乾杯。香りはね、あのね、ちょっと、あれっぽいな。ボーマっぽいけど、ちょっと薄い。ボーマよか、香りが弱いですね。ちょっと、なんか似てるぞ。ボーマにちょっと似てる。うん。でも、ボーマの方が強いね。香りがね、塩の、香り。うん。ああ。なんか、味どんな感じ？なんか、ちょっとほのかに塩っぽいんですよ。ほのかに。で、スモーキーさも、まあ、そんなにない。
どっちかちょっと軽い感じですね。うん。ただなんか、香りが、なんか、なんつうんだろう。ちょっと表現のし、でまあ、とりあえず一言言っとくと、ボーマーの方が美味しい。と思う。多分。うん。個人的に好きなのはボーマーの方が好きですね。タリスカと。ちょっとね、ググりますか。タリスカ。島々の一つであるスカイ島、唯一の蒸留所。スカイ島は別名ミストアイランドという別名を持つと。スパイシーな風味が、確かにスパイシーかもな。香りがね、口の中に入れた時のね、香りがね、確かにスパイシーですね。なんか、響きっぽい。響きに似てる。響き17年飲んだことあるけど、それに似てる。ような感じ。だけど、度数は 45.8% ですから、それの、せいもあってか、結構喉にぐわっときて、で、香りもなんか、香りつうか味、つうかな。その味も結構、強め。ボーマーはどちらかつうと結構おとなしい感じはするんですよ。で、スモーキーさは、普通にありますんで、結構強い。スモーキー。以前飲んだグレンフィディック。グレンフィディックだっけ？フィディックね。に比べると、12年に比べると、全然こっちの方が美味しいです。正直フィディックには、脱帽するレベルですね。てか、フィディックを飲んで脱帽しました、俺は。脱帽したよ。って感じ。でも、やっぱり、海の香りがするわ、これ。すごい。うまい。うまい、これは。確かにうまい。ただ、アイラ島の方が、アイラウイスキーの方がやっぱうまいかな。どっちかっていうと、ちょっと、塩の香りがちょっと足りないかな。って感じはしますね。タリスカー蒸留所。タリスカー蒸留所とは、スカイ島に1830年に、建設された蒸留所。現在、スカイ島に存在する唯一の、蒸留所である。と。近隣のアイグ島から渡米した、トライしたヒュー・マカスキルとケニス・マカスキルの兄弟がスカイ島、西際、西岸にある、土地を農地として借用した。当時の農家は農業のついでに蒸留所に
を営むことが多く、マカスキル兄弟も数名の、農業者たちと協力して、まずは、フィスカベイグに、蒸留所を建造しようとしたが失敗した。次に、ハーポート湖の湖畔にあるカーボストに、建設する計画を立て、1830年、3000ポンドの費用を費やして、タリスカ蒸留所は建造された。これはね、甘い、結構。ウイスキーとしては結構甘い、味は。うん。うん。甘いですね、口当たりが。その後、地元の神父、ロデリック・マクラウドとの対立など、なんとかかんとかがあり、タリスカ蒸留所は1000ドルで売却され、様々な人の元をたらい回しにされながら、1880年代、ロデリック・ケンプのところ、違う、ロデリック・ケンプの所有するところとなり、現在に至っている。現在は、ディアジオ社が所有している。いや、でも、うまいけど、うまいけどさ、ボーマー買った方がいいんじゃない?これ。この値段だったら。うん。ボーマー、よく、結構、パンチは効いてるよね。うん。パンチは効いてる。スパイシーさがある。うん。ただ、ボーマーに比べると、塩っぽい香りっていうのが弱いかなっていう感じ。うん。でも、あるんですよ。確かに塩っぽさは。ほのかに。うん。うん、でも、うまいな。これは確かに美味しいな。美味しいな。タリスカ。てか、ボーマーってあれ何度だったっけ?ボーマーは12年何度だったっけ?アルコール度数は ?40 度だもんね。45.8 度だもんな、こっち。だからやっぱ結構きついんだわ。香りもやっぱきついって感じするし。ボーマーは40度ですから。やっぱり、あれっすね。全然ちゃいますね。うん。うん、でも美味しい。うまいな。うん。うまい。ボーモアに次いでうまいけど、うまいっていうか、うん、うまいっていうかさ。でもまあね、ボーモアがいるからな。うん。これ3500円で出すんだったら、やっぱ、ボーモア12年買うし。そういう意味でいくと、ってなるね。どうしてもね。
うまいんだよ、確かに。ただ、コスパで考えると、どうしてもコスパで考えるとね、やっぱね、ボーマには劣りますよ。うまいけども。まあやっぱシングルモルトは違うね。やっぱり。やっぱ違うな。まあでもやっぱボーマーに勝てないっすね。ボーマーが強すぎるな。タリスカー。うまいけど、どうしてもやっぱ度数が強いんで、喉にガーッとくるんですよね。そこが、っていう感じではあるね。確かに、味も強いんだけどさ、それだけ。強いんだけど、ちょっとフィリックも飲んでみようか。フィリックもまだ残ってんだよ。半分ぐらい残ってる。まあ、段違いでフィリックよりは美味しいのはもう目に見えてわかるんですけど。うまさがね、段違いだと思うんですけど。フィリックは多分シングルモルトの中だと、個人的にスコッチのシングルモルトの中で多分一番、しょぼいね。まずい。言うたら。グレンリベットの方が全然美味しいと思う。グレンフィリ、アードベックも飲んでみたいけどね。アードベック、売ってなかったっけ？売ってたっけ？ちょっとわかんない。アードベックも飲んでみたい。グレンリベットうまいよな。グレンリベットの飲みやすさはやばいよね。めちゃくちゃうまいと思う、これ。グレンフィリ買うんだったらグレンリベット買うもんね。これが3000円ぐらいだろ。2000いくら800円ぐらい。グレンリベットはそれよりか安いからね。グレンフィリック。うわ、弱っ。おとなしすぎないか、これ。これ飲んだ後だと、タリスカ飲んだ後だとおとなしすぎないか、これ。なんだこれ。なんだこれや、水みたいなレベル。水かこれ。こう考えるとタリスカってか、これグレンフィリックはなんかリンゴっぽいな。なんかアップル風味があるわ。なんかアップルっぽい、なんかアップルウイスキーみたいな感じの味。
俺別にアップルウイスキーは求めてねえんだけど。あ、こんな味したんだっけ。グレンフィリック全然飲んでなかったから分かんなかった。アップルウイスキーっぽい。なんか甘いし大人しいし、なんか水っぽいね。水っぽいっていう言い方あれだけど、すっげえ大人しい。なんか水みたいに飲めるレベル。めちゃくちゃ大人しいな、これ。なんだこれ。うん。なんか本当に、ウイスキーになんか、リンゴをつけたみたいになってる。うん。あ、そういえば俺、スコッチウイスキーのバランタイン12年も飲んだんだっけ。バランタイン最下位だな。そう思うとバランタインあったな。バランタインはもう買う価値ないレベルですね。はっきり言って。何がバランタインだよ。そこにあるんだよ。バランタインもあるんだよな。もうこれね、ハイボールにして飲んだからね。シングルモルトウイスキー、違う、これブレンデッドだった。ごめん、これブレンデッドでした。あまりにも、あれだったんで、あんまり美味しくなかったんで、ハイボールにして飲んでました。でもさ、ブレンデッドだったらさ、やっぱ、あれじゃね？ジョニーウォーカーブラックラベルじゃない？あれブレンデッドだよ。ジョニーウォーカーは確かブレンデッドだよね。ほんとあれだな。グレンフィリック、めちゃくちゃアップルウイスキーっぽい。うん。飲みやすい。めちゃくちゃ飲みやすい。まあ、やっぱりボーモアが安定ですね。うん。タリスカーも確かに美味しいんだけどな。まあ、でもこれ3500円は俺出せないね。もう出しちゃったけど。まあ、グレンフィリックよかは買い、フィリックいくら？グレンフィリックが2500円ぐらいか。違う、これディベートだった。違う、2800円ぐらいだから。まあ、それに比べたら、買いではあるね。それに比べるとコスパは高い。グレンフィリックはコスパ低いでしょ。うん。昔の俺何個星つけたか知らんけど。多分飲んでシングルモルトウイスキー自体、まともに、アホな、飲んだことない、アホな人間ですから、多分、低いと思う。おそらく。グレーンと。ろくなこと言ってないと思う。多分ね、低いと思うな。低いと思うなじゃねえ。高いと思うな。四つ星つけてますもん。俺これ四つ星つけないわ。今の俺だとこれ、グレンフィリックは、そうだなぁ。三つ星か、二つ星。うん、まあ、二つ星だな。うん。だんだんね、この価格帯の味が分かってきたっていうよりは、この価格帯でこんな味っていうか、このレベルだなっていうのが分かってきた。こういうぐらいのレベルなんだなって、こんなレベル高いなって。っていうか、うん。ボーマーがやっぱうますぎたっていうのもあるし、タリス感もすげえうめえなっていうのは分かったから。これで考えるともう、なんか、
だって、ボーマーのレベルで、あれ、3200円、3300円ぐらいで買えるんでしょ。で、これ3500円でしょ。かぁ。かぁですよ。で、お前、グレンフィリックが2800円でしょ？だって、ボーマーとさ、500円しか違うのにの、あの味の差ですよ。そう考えると、本当に、好きな人には申し訳ないけど、グレンフィリックいかにまずかったかわかるね。ああ。もうパンチのなさもいい。これ今飲んでるけど、パンチのなさといい、ね、もう、一言すぎるわ。もうパンチがない。うん。もうなんか、タリスカはパンチありすぎるんだけど、いや、むしろこれぐらい力強かった方がいい。うん。むしろね、ここまで来ると気を良し。うん。うん。うまいね。確かに、これに比べてみても、フィリックをね、普通のラインで考えると、もういかにコスパが高いかわかる、この二つは。ボーモアとこれは。いかにコスパが高いかわかる、レベル。でね、多分ね、この二つがね、結構ね、好みによると思うんですよ。確かに。ボーモアとタリスカ、もう、全然、パンチの力が、こっちが強すぎる。これめちゃくちゃパンチ強い。はっきり言って、タリスカーが。タリスカーのパンチの強さが好きなのか、もしくはボーモアの、穏やかでありつつも、塩の香りとかが、こう、強い方面で行くかっていう。そのどっちかは、それは好みだと思うんですよ。うん。でね、で、グレンフィリックはね、あれ、ちょっとどっちもおとなしすぎて、もう、どっちもっていうか、もうそもそも塩の香りもしねえし、塩の香りが皆無なんで、で、スモーキーさもほぼないですね。うん。スモーキーさも、ほのかに、まあ、感じるかなーぐらい。ほとんどないです。うん。だから、飲みやすいって言ってしまえばもうその一言に尽きる。ただ、これはすげー飲みにくいっていうこともないけど、いや、飲みにくくはないんだけど、飲みにくいのはあれなんだよ。ラガブーリンなんだよ。ラガブーリンちゃう。なんだっけ。ラフロイグ、ラフロイグね。ラフロイグなんですよ。あれはね、ちょっと強すぎるな、あれな。あれは。くわっ！これよ。口に含んだ瞬間に。ブワーッと弾けるの。ブワーって爆発するような、この、タリスカのこの味。うめえ。うめえ、これも。うめえ。確かにうめえ。ただね、ちょっとパンチありすぎんだよな。俺はな、俺から言うと。で、しかもそのパンチの方面が、スモーキーさのパンチ方面なんだよ。塩っぽい感じのパンチ方面じゃなくて、スモーキーさ重視のパンチ方面なんですよ。ね？うん。やっぱボーマー一強っすね。まあ、一強でもないか。タリスカーで入れて二強ですわ。あーでもうまい。久々にうまいウイスキー飲んだ。久々にこんぐらいでも、パンチのある、
チビチビ飲んでもパンチの感じられるウイスキー飲みましたよ。いやー、これも確かに美味しいわ。ただ価格面で言うとやっぱボーマーの勝ちですね。価格面を考慮するとやっぱりどうしてもボーマーに軍配が上がっちまう。それはしょうがない。うん。結構これも甘い。うん、甘いですね。コク。コクっていうのがよくわかんないんだけど、ウイスキーにおけるコクで、うん、よくわかんないけど、まあ、いいか。まあ、これは、まあ、これはある種買いではあるけども、まあ、ボーマーに比べれば、まあ、四つ星ってとこでしょうね。3、4、5、4です。ご視聴ありがとうございました。